藤原清川は奈良時代の苦行。藤原北家の祖である三義、藤原ふ崎の四男。東病は火星火星。官位は十三儀、三儀、増樹一品。検討大使として日東し、安倍中丸都東庁に仕えたが、暴風や安史の乱により、日本への帰国は叶わず、在東のまま死去した。天平十二年中五一下に除赦し、 翌天平十三年に、中塚紗昭遊に任せられる。天平十五年に、正五位した。天平十七年に、正五位上と、商務長にて順調に昇進して、天平十八年には、十四位下に至る。天平商法元年後堅天皇の即位に、伴い参議に任じられ、兄、長手に先んじて苦行に列した。天平商法二年第十二次検討士の大使に、 任じられる。なお、福祉には、大友熊羅と、キ備マキ備が任じられた。天平商法四年うる三月に出発にあたり、清川は窃盗を廃止、聖読下に助される。同年、何わずから出向するが、出向前にして清川が読んだ和歌が、万葉集に残っている。検討し以降は党に到着すると、長安に入って、元層に越見し、君子人なりと称賛された。 また特進の称号を授けられている。翌天平商法5年正月に朝江諸国の施設による長賀に出席。その席上、日本の席時は二種半第2席で一番の次であったが、白木が東半第1席で日本より上席だったことに抗議、白木と席を交代させて日本の面目を保っている。同年12月に清川ら検討士一行は、 在三35年にも及び、党の高官になっていた安倍中丸を伴って帰国の途に着く。日本への渡航を望む岩人一行も乗船を希望したが、党が岩人の出国を禁じたため清川は乗船を拒否した。しかし、福祉の大友小丸が独断で岩人を自身の乗る第二船に乗せる。十一月に検島戦四隻は洋州を出港し、 清川の乗る、第1戦から第3船までが、アゴナハ島まで到達する。半月ほどの島への滞在を経て12月に3隻は、出航するが、第1船は、出航時に座礁してしまう。その後、アマミ島を目指して、再び出航するが、結局逆風に遭い、東南方の関州に漂着する。土人の襲撃を受け、ほとんどの船員が殺害され船も壊されるが、 清川と中丸はわずかに身をもって逃れた。一方、鑑人を乗せた第二戦闘他の三隻は無事日本へ帰国している。天平商法7歳清川と中丸は長安に帰着。清川は火星と名を改めて当庁に出資することになり、秘書官になった。天平法治3年清川を迎えるため高本旅を大使とする迎えに当氏が 北海国経由で日当した。しかし当時の党は、安氏の乱で、騒乱状態だったため、航路の危険を理由に、党長は、清川の帰国を許さなかった。清川の帰国が許されなかった事情については、党の交換として主観していたため、あるいは党側がこの検討施設を通じて、日本側に対して、安氏の乱で消費した兵器の補充を要請しており、 この要請を実現させるための抑留であったとする見方もある。天平法治4年日本では清川を在東大使のまま、文部教に任じ、天平法治8年には、十三名に少女している。その後、二度の検討士の派遣中止等もあり、清川は帰国できないまま在東14年に及ぶ。この間、天平法治四年北海し、高美奈美猿が、清川の作成した上評文を、 純任天皇に、献上、さらに神語慶運四年白木氏、金八世が清川と間丸の作成した故郷の親族向けの書信を大宰府に持参すると、清川が帰国を熱望していたことが推察される。なお、法規五年にも白木氏、金三元が清川の作成した書簡を大宰府にもたらせている。法規六年約十五年ぶりに、検討氏が派遣されることとなり、 最近今盲人が、検討大使に任命される。翌放棄7年後任天皇が窃盗を授ける際に、清川に対して、貴重の命令と、足犬100匹、細目100丹砂金大百両を与える旨が記された書簡が、託された。この検討士は当初任命された、大使、福祉全員が辞任、皇鉄により交代すると混乱を極めるが、放棄8年7月に、 太子大使代行の小野岩原第16次検討士が、日東、翌方期9年正月に、長安に入る。しかし、時期は不明ながら、清川は党で隠ししており、日本への帰国は叶なわなかった。清川が没した際、党からは、露州大都督の称号が送られている。なお、清川は、党の夫人と結婚して、木娘という娘を設けており、同年11月に、木娘は、 検討士に伴われて来日する。この検討士の覆名を通じて、清川の隠しが、朝廷に伝えられたらしく、放棄10年2月になって、清川に対して、ジュニーの贈与がなされている。その後、検討士の派遣が行われるつど、隠しした清川を痛んで、遠慮22年生に、上和3年中一品の贈与が行われた。中期のないものは、六国史による。 ありがとうございます。